演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートのお母さん食堂とろーりたこ焼きを食べたいと思います。結構本格的な船ですね。そしてマヨネーズやソースもちゃんとついてる。爪楊枝がないのはあくまで用意してくださいってことなのかな。それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、という風に準備完了しました。それではなんかもうちょっと書き方下手くそで申し訳ないんですけど、いただきます。は確かにトロッとしていて、中の厚さがダイレクトに見せたので、トラコ焼きおなじみのあの状態に。ですが、タコがちょっと物足りない部分もあったのは残念でした。なんか種類によっては、あれタコどこ行ったっていうのもあって、まあ、タコの性質上、バラバラなのは仕方ないのかもしれませんが、もうちょっと統一してほしかったです。というわけで、こちらを提出とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。